南四水駅は千葉県印馬郡四水町馬橋にある東日本旅客鉄道総武本線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームは傘上げされていない。駅舎とホームは湖泉橋で連絡している。桜駅管理の無人駅でホームから湖泉橋を渡ると旧駅舎を撤去した広い跡地に小さな易駅舎がポツンと立っている。 簡易駅舎の中には、待合所とトイレがあり、待合所には、乗車駅証明書発行機、簡易水化改札機が設置されている。なお、駅舎のトイレはもともと男女共用の組取式であったが、駅舎リニューアル時に、男女別の推薦式に改修された。2006年度の1日平均乗車人員は208人である。千葉県統計年間によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。飯沼本家、四水曲がり屋駅周辺は林に囲まれており、千葉県道76号鳴門四水線、千葉県道77号富里四水線を中心に住宅が点在し、駅東側には東関東自動車道が通る。駅前には公衆電話、郵便ポストが設置されている。以下。 駅入り口の駅周辺施設案内に記載されている施設。桜市コミュニティバス南部地域ルート出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。